厳しい現実を少しずつ受け入れ、前に進むことを決意する人もいる。そんな中、我々は希望を失わず大切な人を探し続けるある家族に出会った。彼らもまた自分たちの家族に再び会えると信じ、被災地を回っていた。娘が行方不明で、だいぶ見たんだけど、こっちこっち。あ、お嬢さん、お嬢さんっていうのは、お母さん？そう。あ、お母さんが行方不明なの？はい。あら、心配だね。行方不明になっているのは、大輝くんの母、菅原恵里子さん。一人で車を運転中だった。大体この辺って特定できたの、今朝、さっきやっと分かったんですよ。この辺りに。だもしかして車ないかなと思って。みんな病院からなんかみんな回ってみたんだけど。まだ分からない。分からない。どんな車ですか？グリーンのメタリック。グリーンのモスグリーンみたいなメタリックのセダン。セダン。はい。平成5年。5年か6年。お母さん見つかるといいね。はい。そうだね。お父さんは？いないんです。あ、そう、頑張ってね。あ、はい、うん、ありがとうございます、はい、うん。そして再び母親を探しに。どうしたの？いたの？ママ寝てる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 からだ。え、笠井さん、はい、あの、ご家族探してると聞きました。妹さん、妹さん、来てる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 、どこ、早く、よしよし、やばい、どうしよう、危ないよ、大輝覚悟しろよ、大輝覚悟しろ、パパ出てるわね。どうしよう、エリコー、気をつけて。これダメ？なあ、車、なあ、おじさん、車これダメ？これ。これダメ？これですか？違うか？色もそうだし。こっちがダメ。これだ、借金整備したばっかり。おい、いるいるいるんだ、ここじゃジャンバ来て、乗ってる乗ってる乗ってるみたい。ここに人みたいなのいる。エリコ、どうしよう、返事する。おい、電話しよう、電話しよう、すいません、電話しよう、電話しますから。電話できた？電話した。どこに電話した？警察に。あ、警察、本当、行方不明の女性が乗っていたと思われる車を家族が発見。その現場に遭遇した我々は警察に通報し、救出をお願いした。大輝、ほら、ママ動かないよ。ジャンバなお、手ついたもん。だって、お尻見えるもん。絶対いるよ、これ違う、絶対違うわね、絶対これ人だ、うん、お姉ちゃん見つけたぞ、なあエリコ。ああ、なんで逃げなかったんだかな。やだ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 。今電話してますから。うち、あの、警察に電話してますから、電話しますから。3日かかったんだよ。でもあれ、あの、ママじゃなくても助かるからいいよね、人は。それが誰であっても助けたいという思い。夢に出てくればね、うん、でも出てこないから絶対死んでないと思って、
だからほら、あの遺体安置してとこさ行ってみっかなどって昨日も行って、はい、体育館さだけて6年目の方にはまだ期待してたから行かなかったのね、はい、まだ全然分からないっていうから、しておるんで期待して病院だけ回ってみようって言って出てきたのか、はい、どっかでね、病院に入ってかなと思って、もうダメ。そしてあー、ママのバッグだ。えほら、バッグあって後ろから見に来たら、ほら何これしか入ってない。えお母さんのカバン、カバン、これカバンだな。長見何も取れたんじゃないの。こっからすっかり見えない。そこ、これでのガラス。あ、見えた。エリコ、母の名を叫んだ。来ました来ました、こちらです。お願いします。ご家族がいらっしゃいます。はい、後ろ、あの壊れてるんで後ろ見れば、はい、人いるの見えます。了解了解。マフも来て死んでからな。分かったか。あのママ綺麗だから大丈夫、大丈夫だ、私ちゃんと死ぬだろう。うん、言った通りな、あとご遺体はグランディの方にね持っていくからね、こういう風になくなると一応警察の方で全部ねご遺体確認しなきゃなんないのね、先生は勘弁してくれね。あと間違いないからね、ご遺体ねグランディの方でご家族に引き渡すからね、うん、ね、お姉さんたちの方に帰ってきたらちゃんとね、まだ帰ってこれに来た人もたくさんいるんだ。うん、分かってる。な、うん、ありがとうございました。うん、見つけてくれてありがとう。うん、いえいえ。うん、妹だから。うん、大丈夫。うん、疲れすから。うん、ね、うん、見つけてくれてありがとう。いえいえ、とんでもない。家族だから。うん、上入れてくれ。頼むぞ。大丈夫ですか。大変だけど。大丈夫、お父さんとお母さん年取ってから大丈夫、危ないから大丈夫、家族いるし守るものいっぱいあるからしっかりしないと、年取ってから私たちもいない、あと大工もいるし、そうそう、ね、そう、待ってください。
分かった乗れます？大丈夫よ。止まってください。